僕をここに閉じ込めるつもり？そうだ、僕は君のことがずっとずっと好きだった。逃げようったって無駄だ。この場所は誰にも見つけられないからね。あっそ、じゃあ最後に一度だけ電話していい？いいよ、どうせ逃げられっこないし。もしもし誠一、僕監禁されたみたい。場所は丸抜町の燕団地 B 棟の304号室だ。この辺5年前に来たことあるんだよね。だからって記憶を遡ったんだ。東側に松の木、西側に海が見える団地はここしかない。そんな君、斉藤善一だろ。どうして名前を？一度会ったことあるよね。君はコンビニで働いていた。お釣りを渡すとき手を握ってきて不快だったからよく覚えてるよ。不快。もしもし誠一、聞いてた？今すぐ助けに来て。残念だったね。僕一度見たものは忘れない。記憶の天才だから。